始まりました。やってまいりました。本日はこちらをご紹介したいと思います。もう売ってないでしょさ。IW ハーパーチューゲン。ハーパー、懐かしいですね。超懐かしい。懐かしいですよね。懐かしいよこのボトル。本日はこちらをご紹介したいと思います。はい、どうでしょう。今日も行ってみよう。このボトルがね、おしゃれですね。オシャンティーでございましてね、時代を感じさせる。本当だよね、うん、なんかスナックで1本入れてたら映えるもんね。映えるね、うん、そんなことで作った感じがあるっすよね。 IW ハーファーバーボンウイスキーの銘柄でございます。はい、1877年にドイツ系アメリカ人のアイザック・ウォルフ・バンハイム。かっこいい、かっこいい。アイザック・ウォルフ・バンハイム、アリア人、アリア人ですね。によってケンタッキー州ルイビールで生み出されました、はい、アイザック・ウォルフイニシャルですね。 IW、 IW アリア人ですね。いや、アリア人かどうか知らん。まあその IW をね、取っております。とその無二の親友であったフランク・ハーパーに由来してるそうです。アメリカ人ですね。だから自分とそのハーパーさんの名前をガチャンコしてるってことですね。1885年にニューオーリンズで行われたバンコク博覧会で金賞を受賞。世界の博覧会で5つのゴールドメダルを獲得ということで。なるほど。まあこのボトルじゃないですよね。よくゴールドメダルなんて書いてあるやつ、あれがそうですよね。で現在に至るハーパーの礎となったということで、1930年代は禁酒法の時代で、それを経た後は1937年に権利者に売却してるそうです。2009年10月よりキリンがね輸入元となっていて、そして2022年3月15日に IW ハーパー12年、こちらのボトルが終売という。キリンが手を引いたってこと。これ自体が終売。12年は43度、普通の IW ハーパーゴールドメダルってのは40度ですけど、これは43度という。まあ12年が終売したのは長期熟成原酒の安定的な確保が困難ということで、あとボトルの形状も特殊で、コロナの影響でボトル資材の入手が困難になったためだそうです。バーボン臭さを抑えたみたいなね、そんな言い方をしてますね。バーボン臭さって言ったら何すか。エステリー感。エステリー感じゃない。パパはスッキリしてて飲みやすいですよね。なんかそんなイメージですよね。正直あんま飲んでこなかったんですよ、ハーパーって。なるほど。会社の先輩とか、はいはい、偉い人とかと席を共にする時とかに美味しそうになったりした程度ですかね。うん、原料はコーン 86%、 ライ麦が 6%、 大麦が 8%。 では味を味わいを見ていきます。なんかさ、うん、腐るほどあったじゃん。あった。そんな高くない、3000円くらいで買えたよね。なんか安かったし、で、亡くなってからなんでみんなありがたがるんだろうね。確かに。そう、面白いなと思いますね、その辺が。その希少性で飲んでるんでしょうね。そうなんだね。よし、うん、あざっす。まあ、色は見ての通りです。そう、ほんとね、アンバーですね。ちゃっちゃちゃっちゃとしておりますよ。さあ、ちゃっちゃで思い出したんだけど、全然関係ないですけど、はい、背脂ちゃっちゃ系のちゃっちゃってどういう意味。ちゃっちゃ程度なんじゃないですか。ちょっとなんじゃない。あ、そういうこと。分かんないけど。香りを。香りを。あのね、こっちに攻めないんですね。まんま攻めないに嗅ぎましたっていう。これだよね。これですね。この感じだったね。ロックで飲まされたな、吐くまで。当時はそれこそあれでしょ、飲みたての頃でしょ、多分20代とか。20歳とかですよ、本当に。そうだよね、うん、俺もさ、バーボンなんてそのぐらいに出会ってるんですけど、当時はバーボンの方がみんな飲んでたよね。そうですね、な気がするんですよ。20歳、そうだ、20歳だよ。多分バーボンの方が本当よく出てた気がするんですよ。みんなそう飲んでたかなって。でジャパニーズなんか誰も飲まなくてさ、あ、山崎ふざけんじゃねえよみたいなさ。ウイスキーでもそもそもその時って人気なかったからね。15年くらいですか。もうそうそうそう、そんなもん。まあバナナ感とかですか。バーボンとはこういうものだっていうのを叩き込まれたボトルなんですよ。でもやっぱ苦手だな。あ、そうですか。美味しそうだなとは思えなくなっちゃいましたね、飲みすぎて。その当時のと、ほんとトラウマなんでしょうね。そうだろうな。当時も次の日起きた時のこの感じなんですよ。当時ってさ、俺もそうだけど、俺ワイルドターキー13年だったんだけど、はいはい、1本飲んでたよな。飲んでましたね。
飲んでた。日本どころじゃないよ、フォアローゼスとかハーパーとかですよ僕は。ほんとなんかアイスバケツにタバタバタバってやるって飲されるんですよそれは嫌な思い出になっちゃうよバーボンってそういう認識がすっごい強くて、いやそう、それは大変だったね。当時もほんと右も左も分かんない若造じゃないですか。飲み方も分かんないもんね。分かんだし、うん、ウイスキーだよって言って飲まされるものがこれのアイスバケツだったからしんどいわ。しんどーと思って嫌いになる。嫌いになる。一瞬嫌いになりましたもんね、やっぱり。まあ喉乾くしな。そうそうそう。喉すっげえ乾くんだよね。乾く乾く乾く。ちょっとビール飲めって言ってビール飲まされて。あ、そうそうそう。うん、あでも時間が経てば経つほどお花ですよね。うん、なんか軽やかで。軽やかな、ユリの花みたいな香りになってますね。なんかね、上品な香りになってます。そう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 。いただきます。味を。これですよ。やっぱすっきりしてんな、うん、さっぱりしてるっすね。してるしてる。他のものに比べてバニラ感とか、うん、タル感がそんなに感じなくてすっきり入ってくるって感じですね、うん、で最後に抜け抜く感じが、うん、ふわっと、うん、優しいフローラルな感じ、うんうん、で収まっていきますよね、うん、そうですね、うん、飲みやすいんですけどね。飲みやすい、飲みやすいゆえに飲んじゃうんですよねこれね。確かに。で後悔するんです本当にもうこれはもう立てない、喋れない、なんかもう意識を維持してられないみたいな、焦点が定まらないっていう印象しかなくて僕どんな悪い飲み方してんだよ。悪い飲み方しかしてこなかったですねハーパーは。でもよくよく考えたらお金持ってらっしゃったんですね当時の人たち。これで遊んでるんですよね。これで遊んでるんですよね。遊んでた遊んでた、うん、今の50代の人ですよね大体ね。でも今飲んでみるとゆっくり飲むんだったらいいなと思いますわ。なんか初めてで、うん、本当に右も左も分からなくてゆっくり飲むんだったら悪くないよ。悪くない。すっきりだし。これどっちにバーボンが好きって方からしたら物足んないんだな。ああそうでしょうね。そのそうですね、うん、ブッカーズとかね。ブッカーズとかなんかそういう地形を飲む人とブラントンとかね、うん、確かにあの後味の重たみはやっぱない、すっきりなんで。そうね、重たみなさはもしかしたらあるかもしれないですけど、加水してみます。お願いします。我々のチョイス、あなたのチョイス。ザース。ああうん、やっぱそんな甘みに触れないっすよね。そうそうね、うん、酸味とあとこのさっきまでいたほのかなエステリー感が全面に。エステリー他のものだと結構甘みがぶわっと広がってくるんだけど、よく言えばスッキリにどん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 寄っていく。で木の感じもほのかだよね。ほのかっすね。確かにちょっとこうロックで飲んでて半分くらい溶けたなみたいなバーボン感だよね。そうだね。味いきますか。いただきます。です。ああ、ああ、ダメっす。これっす、これっす。うわぁ思い出がダメなんじゃねえか思い出がダメあ、ね、ごめん僕はうまいっすよ、これ加水。やばすっきりしてて、飲みやすいよこの感じっす。ほのかに甘くて、多少酸味もあって、まあ多少こう飲みづらい部分もちょっとだけあるっていうのがこのウイスキーのいいとこですから、うん、いい感じなんじゃないかなと思うけどね。思い出が思い出がトラウマが蘇る。トラウマが蘇る何を泣いてんだよこれだ、これこれですよ、本当心を病んで会社に行けませんとか言ってさ朝一の始発に乗ったら全員が全員僕のことを殺してくるんじゃないかっていう、なんか人間不信に陥った時期の。じゃあそう、多分酒にやられてたんだよそういうこと。絶対そうだよ。そうだよ、ね、酒にやられてんです。飲みすぎだもんそんなの。そうだよね、うん、やばこれ、うわ、はあ、そうだ。これはいい話だね。逆にあのね、ちゃんと飲ませてあげないとトラウマになるってことよちゃんとさ、こう見てる方はさ、正しく飲ませてやろうぜ若者に。ドキドキするわ今こうなっちゃうよで、いつまでも背負い込んでる10年も20年も背負い込むから目になるんだから。香りと味ってすごいっすね。そうだね、一切飲まなかったっすよトラウマだから嫌だからあるよね、そういうものね。あるあるある俺もいまだにカラオケ行くとなんか
わけわかんねえ変な女店長に氷投げられたことが思い出す新人で初日に初日に酔っ払った女店長にどういうこと分からん暴君だったんだこいつ殺しやろうかなってのがいまだに思い浮かべるというわけでねもうトラウマが再発しそうなんでやめます正しく飲ませてあげるってことが大事ってことがそうですね、はい、もう味うんぬんじゃなくそうどんな味わいでさえどんなお酒でさえやっぱりこう楽しくねうんそう本当にそう正しく大人が導いてあげるってことが大事だということですよ、うん、これ、うんはい、じゃないとせっかく美味しいお酒が大変なことになりますから十数年ぶりに飲んで美味しくないってやっぱ思うもんね美味しいよ冷静に見れば美味しいと思うよ多分これを見せずに、うん、なんかブラックケアでやったら、はいはいはい、まあ飲めますねってなると思うよ、うん、あそっかそっかかもしれない、うん、もう分かんないよねでもトラウマすぎてこれIWハーバーあの頃の思い出があってはいというわけでIWハーバー12年でしたお疲れ様でしたありがとうございましたYouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。